空高く飛ぶ鶴の群れ、大祖国戦争勝利の記念切手鶴は、ダゲスタン共和国のラスール・ガムザートフの詩を、ナウム・グレブニエフがロシア語に翻訳して、ヤンフレンケルが作曲した歌で、内容は戦争で亡くなった人々、特に兵士を悼んだもので、日本を含めて世界中で歌われてきた。ソビエート連邦ダゲスタン共和国の詩人、ラスール・ガムザートフは1965年に、 広島の原水爆禁止世界大会に出席して、特に佐々木貞子の戦波鶴の話に感銘を受け、故国に帰ってから戦争で亡くなった人々、特に兵士を悼んで、彼らが鶴となって飛んでいて、自分もいつかそれに加わるだろうという内容の詩をアバル語で作った。この詩は1968年にナウム・グレーブ・ニエフにより、ロシア語に翻訳されて文芸雑誌、 ノーブイミールに乗せられた。この詩を見た歌手のマルク・ベルニエスは、ヤンフレン・ケリに作曲を頼み、1968年に歌は発表されて、ベルニエスがそれをレコード化して直後亡くなったので、これが彼の白鳥の歌となった。当初は、ヨシフコブゾーンが好んでこの歌を歌った。こうして、日本のセンバツルに触発されて、ガムザートフが作詞して、 ベレニエスが絶妙な翻訳をして、フレンケルが人の心を揺する作曲をした。この歌は、一躍ロシアで大人気の曲になり、その後各国語に翻訳されて、世界的に歌われてきた。この歌を契機に、ソ連の過去の戦争の犠牲者を悼む行事や、記念碑には、鶴の像、この歌の一節が使われるようになった。例えば、サンクトペテルブルクのネフスキー記念碑、鶴。 1982年、サラトフの勝利公園にある記念複合体、鶴が建てられた。1986年以来、ガムザートフの古国ダゲスタン共和国では、毎年10月22日を白い鶴の記念日としている。1995年には、大祖国戦争終了の50周年で記念切手が発行されて、クレムジンの無名選手の墓の背後に数羽の鶴が、 描かれている。2005年、米国ロサンジェルスにある、ロシア人墓地には、記念碑が建設されて、サンバの鶴とガムザートフの死からの産業が刻まれている。2016年現在でも、この歌はロシアで人気の歌の一つである。この歌は発表当初のマルク・ベルニエス、ヨシフコブゾーン以外に、次のような歌詞が歌ってきた。ありがとうございます。